今日は何だか問題文が短い。これはやる気が出るね。じゃあ時間が欲しいっていう人はここで一時停止をして考えてみてね。 そしたら問題文読むな。 We can help plan a trip for you within your 空欄 で選択肢は Budget, Notice, Board, Dish になってるな。 ケンタ君、この問題分かりそう？ ちょっと考えてみるね。 まず前半の We can help plan a trip for you って、私たちはあなたのために旅行の計画を助けるなのかな？ うん、それで合ってるで。 で、その後は Within your 空欄だから、あなたの何々以内でかな？ うん、ええ感じやん。 でもね、 ちょっと答えがどれかわからないんだよね。 ちょっと待ってよ。 A の単語はよくわからないんだけど、 B の notice は通知でしょ？ うん、せやな。 で、 C の board は板かな？ うん、合ってる。で、 D の dish はお皿とか料理で、 うん、ええやん。 なんかどれも違いそうだから正解は残った A かな？ お、正解。 やったー！ で、 ブドゲットって何？ ブドゲット？ バジェットのことな。 バジェット？ そうそう、 バジェットは予算っていう意味やで。 せやから本文全体では、 We can help plan a trip for you within your budget. 私たちはあなたの予算内で旅行の計画をお手伝いしますっていう意味やな。 なるほど。 ちなみにケンタ君、 今回の文の help なんやけど、 help っていう動詞の後に さらに plan a trip 旅行を計画するっていう動詞目的語が置かれてるのに気づいた？ あ、言われてみると確かに。 え、このプランって動詞なの？ そうやねん。 ということはヘルプとプランで動詞が2個続いちゃってるの？ そうそう。 じゃあダメじゃん。はい、書き直し。 いや、書き直しではないねん。 ヘルプはこういう風にヘルプ動詞の原型で 何々するのを手伝うっていう感じで使うんやな。 そうなんだ。 まあちょっと細かい部分やけど、 今後のためにも覚えとこうな。 なるほど、そうだね。OK。 というところで今日のまとめ。 この問題の正解は A の budget で、 We can help plan a trip for you within your budget だね。 budgetってのは予算。 あとこの help plan a trip の部分は ヘルプ動詞の原型で何々するのを手伝うっていう形になってるんだね。 あと within っていうのは何々以内で、 今日はこのあたりを覚えておこうかな。 ていうかさ、今日ケンタ君消去法で解いたな。 珍しい。 消去法？ 小さいブドウ？ そうそう、消去法って違うわ。それわざと言ってない？ じゃあみんなまたね、バイバーイ。